北野しおりのリアルトライドバルデン北野しおりです。こんにちは、佐藤美久です。いきなりどうしたのしおりちゃん。ブルガリア語のこんにちはから入って、いやなんかせっかく覚えたブルガリア語を あの忘れないようにしようと思ってちょっと使ってみました。えらいしおりちゃんそんなことよりね、美久ちゃん、はい、どうしました。はい、私預言者かもしれないです。何が。はい、あの先月の放送で、私来月の放送では1ヶ月ぶち抜きでブルガリア特集を組ませていただきたいと思いますので、はい、皆さんもぜひそれをお待ちくださいって言ったんですよ。で、その通り、うん、その通りでしたその通りでした。はい、今回も完全に番組内容ブルガリア推しですね、うん、まあまあまあ、それはね、あの1週間もね、あのブルガリアに行ってたんですから、まあそれはね、そうなるでしょう。いや、なんかミクちゃんちょっと冷静ですねいや、あの私ね、あの、はい、佐藤ミク女優であるとともにね、一応あの制作会社の一員でもございますね。なんかその言い方とかあれですねなんかちょっと私はただのタレントじゃありませんよみたいな、いやいやいや、なんかちょっと感じ悪い、いや、そうか、感じ悪い、今亀裂入りました。ああ、よだなまあ、あのとりあえずね、あの2人のブルガリアリポートは、後のコーナーロード2ブルガリアで、たっぷりとお届けします。はい、お楽しみにお待ちください、はい。さて、この北野しおりのリアルドライはコスプレイヤーでタレントでもある北野しおりちゃんと私女優の佐藤美久の2人がコスプレやサブカルなどについてリアルに、そしてドライにお話ししていく番組です。はい、それではまず1つ目のコーナーは乙女ロードナウのコーナー。いや、待ってました。 ありがとうございます。イエーイこのコーナーは私、はい、佐藤美久がサブカルチャー、特に腐女子を中心としたアニメオタクの聖地と呼ばれる東京池袋乙女ロードの毎月のトレンド動向などについて潜入し、その様子や変遷について私の独断と偏見リポートしていくというコーナーです。ちなみに乙女ロードとは東京池袋サンシャイン60の西側の通り一帯にあるアニメなどサブカルグッズなどを販売しているお店が立ち並んでいる通りを総称して乙女ロードというようです。はい、そんな乙女ロードの今月の動向をお話しさせていただきます。私が行った日ですね、はい、あの連休の真ん中の日で、はいはいはい、いやー、もう人が多くてですね、いやー、めっちゃ混んでる日でしたねびっくりで、まあ、まずはいつも通りゲーム系の、ね、作品の店舗に行きまして、はい、あの結構多くなってたのは、うん、あのグランドブルーファンタジー、はいはい、通称グラブルですね、はい、あとペルソナのシリーズがガッと多くなってました、はい。で、次にですね、2階建ての店舗ですね、1階が、歴史関連グッズ、はい、そして、2階が最新作から旧作、有名作家作品、往年の、有名名作グッズがある店舗ですね、はい。1階がね、歴史関連なんですけれども、はい、あのこれいいなと思ったのが、はい、あの舞台、刀剣乱舞、はいはい、序伝っていうね、うん、あの舞台があるんですけど、はい、そこで あった ミニバンガサのグッズが、はい、あの劇中で使われてたバンガサを、はい、もうグッズのために小さくしたそう、かわいいバンガサが、これはあ、なんだろう、あのちょっとグッときちゃいますね。そう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 、だからなんかそう部屋とかに飾れるなっていう風にね思って、かわいかったです。そして文豪ストレイドックスは、はい、あのもう一列添えてました。あ、そして白鸚記ももう一度添えてました、はいはい、もう前までは結構刀剣乱舞一色だったんですけど、はい、結構他の、ね、作品もね結構来てるなという感じました。そして2階がですね、はい、ほおずきの冷徹がすぐそばに、はい、階段登ってすぐそばにあったりとか、 あと黒羊とか、はい、まあ、トートグバッグがあふれんばかりにありました。はい、はい、そして、他店舗はですね、そこまで大きく変化はなかったかなというふうには、はい、感じました、うん。ただまあ連休ともあってかなり人が集中しているので、はい、こう作品を見るとこれが今流行ってるんだなっていうのが結構よくわかります。なるほど、はい、人の流れで。そうです、そうです。でちょっとねお知らせとして、はい、あの新たにですね11月9日土曜日からですね、はい、あの元々あったドラマシネマ館がリニューアルオープンしまして、はい、そして新しくですね、はい、素材館というのがグランドオープンします。はい、まずドラマシネマ館というのは、はい、ピクサーであったり、はい、ユーバーサル、はい、ワーナーブラザーズであったり、ジブリなどのアニメ、そしてヒーロー関連であったり、はい、洋画邦画のテレビ、そして、実写アニメであったり、はい、関連グッズが、売られている。なるほど、はい、
店舗となります、はい、そして新たに素材館というのですね、はい、その名の通りで、うん、リボンであったり、はい、チャームであったり金具であったり、はい、ロゼットキットであったり、はい、一羽の素材であったりという、はい、各種そういうこう、そう素材ですね、はいはい、が売られているお店が増えるということで、ぜひ皆さん行ってみてはいかがでしょうか。はい、それでは以上、ロード2ブルー、乙女ロードナウのコーナーでした、はい、くるくるコンテンツのコーナーよ。はい、このコーナーくるくるコンテンツ、略してくるコンは、アニメや漫画やゲームの中でこれから流行が来そうなもの、もしくは現在急激に人気が出ているものを、私北野しおりの独断と偏見を交えながらご紹介していきたいと思います。はい、はい、今回ご紹介させていただくのは、来月11月15日金曜日に発売予定のポケットモンスター、はい、ソードとシールドですね。はい、株式会社ゲームフリークが制作し、はい、ポケモンという愛称で、うん、日本だけではなく海外でも人気のあるポケットモンスターの最新作です。はい、今回は任天堂スイッチのソフトとして発売されます。はい、捕まえたモンスターを育てながら冒険するロールプレイングゲームで、うん、たくさんのモンスターの中からお気に入りを見つけられることや、はい、モンスターのレベルを上げていくと進化をして見た目がよりかっこよくなったり、うん、可愛くなったりすること、とまた、インターネットを通じて強く育てたモンスターを他のプレイヤーと戦わせることができるなどが今回の人気のポイントです。はい、ポケットモンスターシリーズは毎回少しだけ内容が違う2種類のソフトが同時発売され、はい、今回のポケットモンスターソードとポケットモンスターシールドも出現する一部のモンスターや登場するキャラクターがほんの少し違ってるそうです。あ、そうなんだ。みくちゃん、ポケモンはさすがに知ってますか？そりゃもちろん。じゃあ、はい、一番最初のポケットモンスターは何年に発売されたか知ってますか？それは知らないな。でも私が物心ついた頃にはすでにあったはず。なるほど、うん、答えは1996年だそうです。あ、そうなんだ。そう、あ、じゃあ私1歳とか2歳とかそんなにか。そう私もなんですよ。はいはいはい、20年以上もね人気があってこうやって続いてるってすごいですよね。そうですね、もうそう、しかもねこう、子供向けと思いきやね、はい、大人でもやり込んでる人多いもんね。そうなんです、まあ、どの年齢でも楽しめるっていうのがすごいですね。いや、まさしくその通りです。はい、しおりちゃんはポケットモンスターソードシールドで、はい、何に注目してることがあるの？ですね、私結構ポケモンシリーズ通してプレイしてるんですけど、はい、あのプレイヤーが操作する主人公の、はいはい、うん、今回着せ替えができるんですね。なんか今までは性別とか簡単なそのプレイヤーの主人公の選択しかできなかったんですけど、今回は髪型とか服装とか結構自分好みのあのアバターみたいにできるので、それも結構今までと違って楽しみですね。でなんかゲームの開始に、はい、あの選べるポケモン1匹選ぶっていうのが今までのゲームの、うん、まあ、大体共通点なんですけど、うんうんうん、今回の3匹の中で、はい、私はなんかヒバニーっていう炎タイプのポケモンがちょっと可愛くて気になってるんですけど、ただね、なんかポケモンって進化するんですよね、レベル上がるとそうですね、はい、そう条件があったり、はい、もちろん、はい、でなんか最初すごい可愛いなって思っても、うん、進化することであの想像と違った姿になっちゃったりとか結構あって、わかるな、それそうこれ結構大事なんですよ。わ、うんうん、かるわかる。だからなんだろう、今回もちょっとまだその進化後の姿私想定っていうか確認できてないので、うん、まあ、ちょっと何選ぶかまだわかんないんですけどちょっとヒバニーっていう炎タイプのポケモンが気になってますね。まあ、それもポケモンのねいいところなんですけど ね姿形が変わるっていう能力も上がるみたいな、うん、でなんか初期シリーズのから出てるポケモンもグラフィックが新しくなったり、はいはい、その進化した姿が新しいバージョンが出たりとかするので、うんうんうん、それも結構こう注目するポイントっていうか、そうだね、はい、シリーズ特有の姿にそれいいね、そうなるんで、うん、まあ、昔からやってる人も楽しめるっていう、ね、でなんかポケモンのコスプレって、はいはい、そのプレイヤーのコスプレされたのちょこちょこいるプレイ
屋ってか主人公のコスプレする人もたまにいるんですけど、なんかモンスターを擬人化したコスプレする人もたまにいて、なんか今だと EV シリーズの擬人化のコスプレが人気だなっていうイメージで、でもしかも今回なんかプレイヤーの姿とか結構自分で好きに変えれるから、まあ、これももしかしたらちょっと流行ったりするのかなって思ったり、オリジナリティがね、そうしますね。なるほどね。はい、なんか私すごいポケモン本当に昔から私おいい年してずっとやってる人なんですけど、いやいやいや、はい、今これがもう楽しみで楽しみでしょうがないですね、うんうん、私の中で結構くるくるコンテンツ、あの本当に自分の中でなんかもう皆さんにねぜひねおすすめしたい来るだろうなって、うん、思ってるわけなんですけど、はい、はい、ではですねまた次回も楽しみにしております。はい、はい、以上くるくるコンテンツのコーナーでした。ロードトゥーブルガリアのコーナー、やさて続いてのコーナーはロードツーブルガリア、はい、さてそれではですね前回の放送ではイベント前日のリハの様子までねお話しさせていただきましたけれども、はい、まあ、一応振り返りで振り返りで、はい、まあ、まずね飛行機乗って、はい、こう12時間以上ね、はい、乗ってパリまで来て、はい、でそこからブルガリアに到着して、まあ、ちょこちょここう前のねスーパーがあったりとか、はい、お話ねしていきました。慣れない土地でねあたふたしてましたね。そしてリハもね、こう私の映画のね、はい、あの映像がちゃんと流れるのかっていう確認であったりとか、はいはい、でも、こう物販をねするブースでねこうでっかいねポスターをですね、はい、貼っていただいて、すごいですね、ウェルカム感がすごい。そうウェルカム感がねスペシャルゲストってめっちゃね、はい、書いてあったんですよ。びっくりしちゃいました。はい、それはもう本当にリハで初めて知ったので、はい、と思いながら、いや本当にここなんだみたいな、そうそうそう、すぐ分かった、すごい、私たちのブースここだなって、そうすごいありがたかったなというふうに感じました。はい、で、まあ、まあまず当日ですね、はい、はい、イベント当日、物販であったり撮影ですね、結構こうブルガリア人の方々とこう接してる中で、はい、すごいやっぱフレンドリーな方が多いなっていうのがすごく感じられました。はい、うん、でしおりちゃんはこう撮影してる中でさ、はい、このこうブルガリアと日本の違いっていうのはありました、はい、なんか日本のコスプレイベントだと、うん、撮影するときって、うん、みんななんかカメラマンさんもしっかりめにこう、うんうんうん、一枚絵になるようにちゃんとポーズ決めて、うんうん、あの光とか調節してって撮るんですけど、うんうんうん、ブルガリアの人はなんか記念写真じゃないけど、うん、スナップ写真的ななんかサクッと撮る人多かったですね。あ、確かに。そうなんかあの私コスプレしてて、うん、すごいいろんなブルガリアのそのアニメンチャーに来てた人に声かけてもらっていっぱい写真撮ったんですけど、うんうんうん、あの日本と違って、うん、一緒にツーショット撮りたがる人がすごい多かったです。確かに日本は結構もうコスプレイヤーさ単体で撮るのがね、そうそうそう、あんまりツーショットって撮らないんですよ。確かに言われてみれば、かそれ結構新鮮で、うんうんうん、はい、なんかそのツーショットも結構フレンドリーに撮る人すごい多くて、うんうんうん、そうそう、1日目がね初音ミクちゃんでね、あ、そうなんです、そうそうそう、出ててね、やっぱみんな知ってるからこそすごかったですね、はいはい、で結構こう一眼っていうよりかはこうやっぱ携帯で皆さん撮ることが多かったのかな。そうそうそう、手軽に撮る人多かったですね。なんか全体的に思ったんですけど、うん、ブルガリアの人と、うん、ブルガリアのそのアニベンチャーに来てる人も、うんうんうん、コスプレしてる人ちょこちょこいたんですけど、うん、そうだね、なんか日本のコスプレイベントって頭の先からつま先までみたいな、結構完全クオリティ求める人すごい多いなって思ったんですけど、ブルガリアの人の方が、うん、なんだろう、頭だけとか服着ただけとか、その気軽 に、うん、気軽にね、なんかライトにコスプレ楽しんでる人が多いなっていうのがすごい印象的でしたね、うんうん、なんかそう、それがいい悪いとかじゃなくて、すごい、そういうところが日本のイベントと様子違うんだなって、あ、なるほど、ね、はい、すごい思いました。まあ、物販でね、まあ、今手元にあるんですけれども、はい、ぜひね映像配信版ご覧いただければなと思うんですけれども、私たちのねこうイメージした扇子をですね、はい、物販で出させていただきまして、イラストレーターのルイさんがね、はい、描いてくださって、はい、
右が、あ、この通りだね、もう映像の通りです。そうそうそう、こちらが、右か、一応右かな、視聴者さんだと左になるのかな、はい、が私、まあ、そしてみくちゃん側が、はい、私側が、私です、はい、しゅうちゃん側が、しゅうちゃんイメージした、はい、あのイラスト描いていただいて、はい、先生になりました。すごいかっこいいですね、はい、すごいあの好評で、あ、そうですね、はい、なんか女性がすごい喜んでたイメージ、そのセンスは。そうそうだね、確かに可愛いみたいな、うんうんうん、まあ、そこでね、まあ、物販でこうやっぱいろんな方とね、はい、あのお話をねさせていただいて、すごい、もう拙い英語ではあったんですけれども、はい、こう皆さんこう聞き取ってくださって、はい、すごく嬉しかったですし、ね、まあ、勝手ながらにちょっと英語力上がったんじゃないかなっていう、わかります、わかります、なんか勢いで喋れるようになった勢いでこうどうにか単語をつないでね、伝えようとする力がつきましたね。 そうそう、でそのまあ物販の中でこう、はい、あの私のあの今ま であの出させていただいた映画 あの DVD もね、はいはい、させていただいたんですけれども、その DVD で買っていただいた方が、あの買ってからその後にですね、なんかプレゼントいただきまして、しゅうちゃんもね、あ、そう、私もいただきました、いただいたんですけれども、あのぜひこちらもね、映像配信もご覧いただければなと思います。多分バラだね、バラですね、バラをイメージした、そうそう、これなんて言うんだろうね、熱でくっつく、アイロンビーズみたいな、そうそう、アイロンビーズみたいな、そう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 、が、イベントの中でね、あった部分、あったところがあったのかな、体験コーナーに多分あったと思うんですけれども、 そこであの作って、そうプレゼント、わざわざあの持ってきてくださったりとか、私も持ったのはね、桜の柄でしたね、ほんと、そうなんですよ、私がバラだね、そう、そう、日本の桜とブルガリアのバラ、そうそうそうって感じ、本当にありがたいなって、ね、すごい思いました、人の優しさを感じましたね。ではですね、まあ、次、はい、まあ、初日ですね、イベント初日に、私が主演させていただきました、はい、映画22世紀寓話が、上映がねございました。はい、あの本当にたくさんの方々にですね、あのご覧いただくことができまして、すごい皆さん見入ってましたね。そうで、あのブルガリア あの記者という記者の方々というか、はい、もうカメラもこう何台もあの来てくださって、すごい、と思いながらめちゃくちゃ緊張はしてたんですけれども、もうあのいつもの通り落ち着いてね、あのこうみなこう舞台挨拶もさせていただくことできましたし、はい、本当皆さん映画ご覧いただいた中でこういろんなね質問もねしてくださったりとか、なんかこうオムライス、日本人オムライスをこう愛情表現として表すんですかって言われて、私はいって答えちゃったんですけどまあでも結構こうオムライスって結構こう文字書いたりとかね、日本人のメッセージ性ありますよね、があるから、まあ、はいって一応答えたんですけれどもなんか私たちは違和感なくそのオムライスのくだり見てるけど、うんうんうん、海外の人からしたら違う文化なんですよね、うんうんうん、多分、うんうん、そうだから、あとはそのなんかこのネットを通してこう恋愛していくのですかっていうのが、ね、あ、違うんだっていうのが思って、そうそうそう、 ね言われましたね、そうそうそう、なんか日本の若い人たちはネットを介して、そう出会うんですかみたいな、っていう、あ、そうかっていう、普通ではあるんだけどね、そう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 、でもやっぱ違うんだなっていうのがすごく感じられて、ね、なんか文化の違いを感じました、面白かったし、逆にそう、うん、逆にお新鮮でしたね、うんうん、っていう、で、あ、しゅうちゃんもね、あの舞台ね、はい、上がりましたけれども、どうでした、便乗して上げてもらったんですけど、いやいやいや、私はなんか緊張してあのつまずいちゃって、あの舞台上ですってんころりんしてたんですけど、でも全然みんなすごいみんな温かかった、なんか手とかめっちゃ振ってくれて優しかったそうそうそうフォトセッションもねあったりとかね、はい、本当に楽しかったですし、楽しかったですね、本当にありがたいなというふうに思いました。はい、では、まあちょっとね、街歩きもねしたんだよね。あ、そうなんですよ、うん、なかなか時間がね、あのなかったんですけれども、でもとりあえずね、ちょっとでも行きたいと思いまして、ブルガリア感じようって、そう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 、街をね歩きまして、あのザ・ヨーロッパっていう感じがしました。そう、街並みがねすごい綺麗なんですよ想像通りというか、そうそうそう、うん、こう一本の道もこうやっぱ家がこう立ち並んでる感じもなんか、あ、ヨーロッパ絵になりますよね。そう、絵になる、すごい写真映えがすごい、そうそう、うんうん、私たち繁華街行ったんですけど、うん、そう、ね、そう、繁華街だけど、あの日本の繁華街とかと違って街並みがこう、そうそうそう、絵として成立するような写真になりそう、うん、なんか写真って言ったら綺麗に写りそうな街並み、うん、で教会もちょこっとだけね、あ、行かせていただいたりとかね、そうそう、すごい綺麗でした。そうそう、
そして、まあ最後ですね、はい、あそうか、日本語学校にもね、はい、あの急遽行かせていただくことになりまして、ありがたいことに訪問させていただいて、はい、でこの日本語学校の、まず日本人の、先生、野手先生という方と、そして、ブルガリア人の日本語の、はい、先生で、マリア先生という方ね、はい、お会いしてね、2クラス 回らせていただきました。もう皆さん本当にやっぱりこう日本をどうして好きになったんですかという質問に対して、やっぱり日本のアニメがやっぱ多かったのかなっていうふうに ね思いましたね。なんだろうな、あとそう、あとはこう、はい、なんだろうな、意外とこう一人一人の名前とかをこう言っていくとか、はい、ミクとか、しおりとか、ね、覚えてもらいました。そう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 、でみんなすごいやっぱ明るくてすごい真剣に聞いてくれる感じが本当に授業の一環みたいな感じがね、それこそちょっとまあ特別授業じゃないですけども、はい、なんかちょっと先生になった気分になっちゃうんですね。そう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 で、その学校がたまたま入学式もあったんですよね。そうなんですよ。そうでもね、日本の入学式は全然違くて、そう結構様子違くて、日本って大体こう体育館でやるイメージ強いと思うんですけど、校庭なのかな、校庭でしたね。そうそう、校庭でこうみんな集まってお祝い、なんか運動会みたいな雰囲気、そう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 、みんなお花持ってましたね。そう、お花がすごいたくさん、担任の先生に渡していくのかな、そうお世話になりますみたいな意味ですかね、あれ分かんないけど。でブルガリアの学校は日本と違って小学校から高校まで全部一緒くたん、ね、同じ校舎で、そう同じ校舎で、なんか不思議ですよね。そう、私たちからするとだから小さい子から大きい子までいて、それはそれでも楽しそうだよね。ね、なんか、うん、で勉強する時間帯もなんかちょっと違ったりとかするみたいで、へ、いや全これ学校事情は全然もう日本とは全くもって違うなって、ね、全く違う、うん、それすごい新鮮でしたね。なんかこうなんか上のねお兄ちゃんお姉ちゃんがこうなんか教えてくれるっていうのがなんかできるから、はいはい、なんかすごいいいなっていう、ね、うん、ファミリー感があっていいなって思います。なんか環境の違い感じて新鮮でした、うん、すごい。そうそう、でねお花もね、なんかいただいてしょ、そうバラを持ってってみたいな感じで、こう杖みたいなね、お花ねもらって、なんか不思議ですよね、日本にはないですよね。そう、日本では、入学式、うん、卒業式の方が花束もらうことじゃないかな。そうそうそう、日本だと、うん、だと、そうそう、一人一人お花持ってみたいな、うん、やっぱバラっていうやっぱお花のやっぱ国の感じが、ね、やっぱりそういう一般的なところでもこう染み付いてるんだなっていうのが感じられました、ね、生活にお花、うん、そうそうそう、ってかバラが入り込んでる感じがしました。そうそうそう、でまあ2クラスね回していただいて、1クラス目行かせていただいて、はい、で2クラス目ではですね、すごい嬉しかったんですけど、泣いてくれる子がね、あいまして、いました、ね、あと私と、しおりちゃんが来た時にもう言葉にできない感じの感極まってる感じ、そう感極まってて、で話すのももうなんか恐れ多いみたいな感じで、すごくシャイで可愛い女の子だったんですけれども、もう泣いてね、なかなか人生で人が私と会って泣いてくれる方がいるっていうのは、やっぱすごい、やっぱ日本に憧れてて、で自分はまだ行けてないけど、こうはるばる日本から来てくれて、触れ合えてみたいな、もうなんていうかちょっとミッキー感覚じゃないですけど、そうですね、キャラクターが来たみたいな、そう、なんかそう、であとはなんか私の映画22世紀グーアも見てくださった方も ました、ね、いらっしゃっていて、すごく深いお話で参考になりましたというか、面白かったですって言ってくださって、すごい嬉しかったです。なんか後日声かけられるのすごい嬉しいですよね。あ、そうそうそう、アニベンチャーその場にいた人が出てましたよね、昨日見ましたみたいなっていうのがやっぱすごく嬉しかったですね。なんかいやだから本当にね、なかなか学校訪問っていうのもね
非常に貴重な、ね、経験もさせていただいて、ね、はい、本当に嬉しかったです。本当に皆さん本当にありがとうございました。ぜひ、ね、あの映画とかもね、ぜひ DVD も、ね、お渡ししたので、はい、ぜひたくさん、ね、日本語についてね、日本について勉強していただければなと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。以上、ロードツーブルガリアのコーナーでした。皆さん、なんと思うエンディングが近づいてまいりました。北野しおりのリアルドライ、皆様いかがだったでしょうか。いや、なんかすごい改めてまたブルガリアにのに行ったことについて、うんうんうん、なんか振り返ることができて、うん、なんか思い出せるね。そうですね、1週間をね、うん、とってもでも本当になんか普通では体験できないこといっぱいできて、なかなかね、ブルガリアに行くっていうこともなかできないからね。よかったですね、楽しかったです。本当に皆さんご協力いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。それではですね、また次回お耳にかかりましょう。皆様のお相手は北野しおりと佐藤美久でした。ではまたお耳にかかりましょう。今回も皆さんありがとうございました。